錦織りと島佐は、鎌倉時代の武将。錦織氏は、くだら系の都来氏族であり、源の義満を外する氏族。東ず鏡に見える錦織方眼台は660年に滅亡したくだらから河内に逃れて定住し、方眼台を世襲した、都来人の末裔であり、と島佐の先祖にあたる。錦織方眼台は、弓と相撲を、 よくした戦士で上級の乱では、官兵が敗北した際に、院から逃亡した。幕府は、佐野太郎、次郎入道、三郎入道を呼び寄せ捕獲を命じるが捕獲できず、佐野の老中を加勢させ、ようやく六原で捕獲した。一説によると豊島は、元、三河蒲氷軍の出と伝わる。蒲氷という名は、元カバノ型と西氷を合わせた名とされるが、うち西氷は、 錦織の天下家、河内錦部軍くだら境には、本市の祀った錦織神社がある。古くは水軍天皇宮、五図天皇、南寺割里宮天皇とも言われ、祖三、鳴る命、品田別名、菅原道真の御神を祀ったという。現在の社殿は豊政が祖廟として建てたものと伝わる。錦織氏は、鎌倉時代、錦織軍の宝願台として栄えた。 院の法願大を務めた年政は、玄徳三年、玄光元年に、五代醐天皇の笠木挙兵に加わり、六原方の法医軍七万と戦うが、同年9月28日に奇襲を受け、安宮が陥落した際、息子の義美義と共に自陣した。昭和三年に十四位を増せられた。ありがとうございます。